あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえは矢神。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。あ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タバ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布ん中札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろ。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、しかだね。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。って、うわ、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった、すぐに行く。